川上沙和です。映画を撮ったりしてます。映画は劇映画だったり日記映画だったり事件映画だったりいろんな種類の映画を撮っています。今回は、同じ日に別の場所で別の6人が撮った日記映画を、並べた連作になります。そのうちの6人なんですけど、そのうちの1人は私が作ったものも入っています。これは日記映画って何のカメラで撮ってもいいよって言って人にお願いしたんですけど、そのカメラを持つ手の動きだったり、どういつ止めていつ再生するとかだったり、どれぐらいの位置にカメラがあるのかだったり、どれぐらいで手が疲れるのかだったり、そういうことだったり、あと編集とかでどのテンポでカットクリックをしてカットをするのかとか、どういうのが気持ちいいと思って切るのかとか、そういうことってすごい身体的な特性とかが現れるなと思っていて、それがすごい一番現れるのが日経画なんじゃないかなっていうふうに私は思ってて、そういう撮り方とかにもよるんですけど、その6人それぞれの身体の形がを押し並べて、その固有の身体を捉え直そうっていう、そういう作品になっています。それとは別に、その別の場所で別の人がその日々を生きていて、それを日記にするっていうことで、その自分は例えば自分と人との距離ってゼロにはならなくて、遠くて一人だとか、まあそれは前提なんですけど、孤独だとかですごい前提だけど、なんか辛くなる時もあるけど、なんか遠くでもどこか重なるところがあって、そういうところを見つけ合うことってものすごい嬉しいことだし、なんかどこかで救いになるかもしれないし、そういうのが、そういう輪がその一つのフィルムの中で自助グループ的なものとして現れたらいいなと思って作りました。こだわった部分はその自分のパートになるんですけど、いろんなカメラを使いました。それはこの時にはこう生きてて、こういう時にはこのカメラがいい、このカメラがいいってどうしてもあって、でもそれはそのレンズがとか、なんかこの見た目ものを表すにはこれがいいとか、そういうのじゃなくて、なんか例えばこう使ったカメラが1個あるんですけど、これってなんか電源を押すと音が鳴って、あ、ピロリロリロンって言うんですけど、なんかこういうのって電車の中とかだったら出せないし、でも友達の前とかでやるとすごい喜んでくれる人もいて、可愛いし、なんか嬉しいと思ってくれる人もいて、だから私はなんかその日を生きてて、この人のこと喜ばせたいなと思った記録としてこれがあったり、まあシンプルに手に取りやすかったからこれで撮られてたりして、そのカメラによってそういうあったこととかがまた別の情報として入ってくるなと思って、入ってくるものになるんじゃないかなと思って、今回はいろんなカメラを使ってみようかなと思います。私は今、発達障害当事者で自助グループに行ったりしてるんですけど、なんかそれとかいろんな自助グループの本とか読んでみて、その、アルコール中毒の方の自助グループとか、私みたいな発達障害の方の自助グループとか、そういうのはたくさんあるんですけど、なんかまだ名前にもなってないちっちゃい、なんかこういうと言い方はあんま良くないかもしれないけど、生きづらさとかって本当全員が全員抱えてることで、そういうのを共有できる場所ってなんか絶妙にないなみたいな、私もなんかその発達障害の自助グループではなんか言うほどでもないかなみたいだけど、言いたいし共有したいし、なんか悩みを解決したいしなみたいなこととかがずっとあるなっていうのをずっと思ってて、でそれを解決じゃないけど、その場所としてなんか交換日記をいいんじゃないだろうかみたいなことを思って、で、まあ、交換日記って言っても同じ日にやってるんで、そんな順繰りにっていうわけじゃないんですけど、そういう日記を共有するっていうことにすごいその可能性を感じて、その自助グループ的な可能性を感じて、しかも映像でその撮って編集することって、なんかその自分の生活がここにあるっていうことを記録して、それを後から見て、なんか後から自分の記憶とかを思い出して編集することって、すごいなんか、あ、ここにいたんだなって私は思えて、すごい安心するっていうか、その地に足ついてる感覚があって、それを自分で一つのものを作ることすら自分へのケアになるみたいなことを感じていて、なのでそれをみんなでできたらやりやすいしいいんじゃないかなと思って、それが発端でした。
ンプルにその日系映画っていうものがもっとたくさんの人が作られる、日系映画が好きなんでもっとたくさんの人が作ってくれたら嬉しいなっていうのと、私はすごい喋るのが苦手で、なんか文字で書いたりするのも、自分の気持ちを書いたりするのもすごい苦手なんですけど、で映像を撮り始めて、なんか日記映画とかを撮り始めて、すごい自分の中のなんか新しい言語を獲得したなっていう気持ちがすごく強くて、なんかそれで言葉にできないものだけを撮ってるわけじゃないけど、なんか一つ自分をなんか出せる場所として、新しい言語としてテンポとかが表せれる日系映画っていうものを見つけたので、それが私的にすごい救いになって、そういう人が他にももしいるんだとしたら、私がの経験だったりやってることだったりがそういう人に届けば、まあ、そういう人がもし楽になってくれる人がいればそれが嬉しいなっていうふうに思っています。